なんかちゃんと怪我をしてて、直してくれるっていう人がいたんでよかったですよね。で、私はすごい少なかった怪我が。いまだにもう膝なんて全然大丈夫だし、みんなすごいじゃん、膝。みんな大体靭帯伸ばしたりとかしてます。五木さんもいつもなんか腰にさらしを巻いてるっていうイメージがあったんですけど。あれはね、あのね、あの、ジャンボさんのね、パワーボムを、パリーボンムクス。のど真ん中でやられて、和歌山のね、和歌山に巡業行った時に、ど真ん中でパワーボムやられて、痛い、息ができないって思ったの。それで控室まで帰る、リング降りて控室まで帰る時に、肩を借りないと歩けなくて、で、もう、控室行った時にもう動けなくなっちゃって、立てなくなっちゃって。で、そのまま、その日、泊まった旅館で、とりあえず、その日がね、美容院が多分ね、週末かなんかでやってなかったの。それで、もう動けないから、とりあえず、さらしを、もう、巻いぐてる。るぐる巻きにして、そしたら座れるようになって、で、その時に、みんなほらからかうの好きじゃない？だから、いや、大丈夫だよ、下の世話任せろとか言って、トイレ見たくなったら言えよとかね、なんか、絶対それだけはもう嫌だから、それでもうさらしをもうぐーってもうぐるぐる巻きにして、そしたらちょっと座れるようになって、旅館のご飯とか食べれるようになって、で、その後、病院行ったら、こう、背骨があって、こう、ほら、あばらがあるじゃない？で、その下にこう、ちっちゃい骨があるのよ。それが、もう、ひびが入り、もう、骨が欠け、出たのよ。で、それから、休んだのかな？でも、休んだか休んでないかは定かなんだけど、その後に、柳さんが、自転車の、チューブあるでしょ？あれを、タイなんヤかのしやね、つですあ、買ってきてたかなんか持ってはきて、いつきこれ前、これ、開けと。なんか昔で、あったね、タイヤのチューブ買ってくる人いそう、ましたね、よく。あったでしょ？で、これを見て、試合やってたの。で、ちょっとこう伸びるけど硬くって、しっかりはしてますよね。でも巻くと、半端じゃないのよ。きつくて。あ、きついな。で、それで試合でしょ？すごい大変だったんだけど、でも試合やってたやってたんですね。じゃあ折れたままやってたんですね。ね。だけど、それから1年後レントゲン撮ったらくっついてなかった。ついてなかった。なかった。くっついてなかったの。じゃあそのままずっとやったってことですね。で、要はもう、筋肉で、ガンガン練習やらされてたじゃん。だから、まあ、筋肉でプロテクトされてたのと、あとはその巻いてやってたから、どどうにか試うにか。だ合から、すごもう、膝は全然、私はだから、まあ、あと肩の脱臼。怪我で言うと肩の脱臼でよく脱臼してて、だから、デビルさん、それは自分で治した。本当ですデビルか。さんが、木刀を持ち始めるときに、太い木刀、国マネージャーかな、買ってきて、で、デビルさん、それを少し素振りやってて、で、それを見てて、私、脱臼癖がついてたから、貸してくださいって言って、練習するときに、それ振っ一緒て、それで直したかな。かな。デビューさんと師弟関係っていう感じのイメージがすごい多かったんですけども、デビューさん、五木さん、デビューさんもすぐに辞めてし、その後に辞めてしまいましたけど、あと、小松原めぐみさんっていう感じで結構、なんか、良かったというか。
練習。多分あの時って、だから、悪役っていうか、ヒールがもう、デビルさんは頭にってこう確立されてたから、私たちは別に、ほら、イエスもノーも言えない立場だから、ただ、もうその流れで、デビル軍団っていう風になったんじゃないかな。どうだ、ヒールっていうか、デビル軍団は、五木さん的には好きだったんですか？いや、別に好きも嫌いもなく、仕事だと思ってたから、結構そういう感じだったんですね。で、別に、ヒール希望でなったわけでもなく、その会社からじゃあお前は、あれだって言われて、デビル軍団。だから、それは、なんか別に、嫌だとも思ったことないし、そうね。なんか、そんなに、違和感なかった。そうなんですね。お給料とか、一人で東京で出てきて生活しなきゃいけないじゃないですか。新人の時はもちろんめちゃくちゃ安いし、ご飯とかもなかなか食べられない時期もあるんですが、そういう時はどういう感じだったんですか？同期で、協力するとか。ああ、なかった。ななかった。かった。もうね、とにかくね、ノリオのキャラが強すぎて、それで、寮で、で、ノリオのところって、両親が、競馬の、競馬関係をしてたから、朝早いんだよね。でも彼女も起きるのが早くて、で、それも、なんか、下駄みたいなの履いてて、朝洗濯機回したりとかでも、もうカンカランカン。として、なんかそう、それで結構そう朝早起きだったんだよね。で、東京近辺のオーディションを受かって寮に入った時に、東京近辺に住んでる人たちってやっぱり実家も近いし、ね、送ってもらったり、そのお金、金銭事情は分からないけど、なんかほら、給料安くても。なんか、わかんない、送ってもらったりとか、そういうのあったんじゃないかな。私はもう本当、そういうのがなかったから、本当にある中でやってたっていう感じ。でも、なんか、お米だけもらって、寮からお米もらって、あとは自分で、なんかおそう、か。だから、ご飯は出しますみたいなこと言われてたから、うちのお姉ちゃんたちも、じゃあ食事が出るんだったら食べるのは心配ないねなんて言ってたら、いや、なんのこっちゃない、米だけ？ごあ飯とって僕米だたちでみたいな。そう。だから、ご飯とはお米と全然違いますよね。ねえ、なんか、ほら、イメージ的に寮母さんみたいな人がいて、あ、お疲れみたいな、それでご飯作ってくれたりとか、と思うじゃない？そうなのとんでもよ。ない。もう、何のことじゃない、もう、津金さん。ねえ、お米をもらってって、お米炊いて、ご飯炊いて、あとはなんかもう本当にもうあるものみたいな。だけど、いや、私これ余分に持ってるから食べていいよとか、もうそういうんじゃなくって、じゃなくて。結構、だから、その、浅見みきちゃんが、